こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。このまあよく話はしておりますけれども、この体調管理だね。いろんなこの気候がね、寒かったらね暖くなったり、非常にねやっぱり結構激しくね変わったりしてますので、特にこの体調管理っていうのはねなかなか大変でございます。まあ若いうちはねやっぱりいろいろあるにしてもね、なんかこうまあエネルギーがねまあ詰まるところ元気だからね、まあ何があってもね結構吹きちゃうんでしょうけども、まあやっぱりね年齢重ねてくると本当にねこの日々の健康管理っていうのは大変ですよね。まあ肉体的な部分と精神的な部分とね両方ありますけども、まあ肉体的な部分はねまあできるだけ歩くとかストレッチをするとかね、やれば程よく解決するのかもしれないけど、難しいのはその精神面だね。やっぱりこのまあ感情の起伏っていうのかな、こういうのをねやっぱりこうできるだけあまりねこのぶれないようにする。でもやっぱりあれなんだろうね、これはまあ一つはまあ体調まあコンディションっていうんですかね、やっぱりこう睡眠をね十分取るとか、まああまり無理をしないとかね、そういうやっぱりこうコンディションによってねやっぱり感情っていうのは相当まあ左右されますよね。だからまあできるだけねこの感情のブレっていうのをね少なく、できたらいいかなと思いますよね。あとはやっぱり物事の捉え方ですね。やっぱりこうねポジティブに捉えるかネガティブに捉えるかによってね全く違っちゃうからね。やっぱりそれとねやっぱりそのまあ感情的な部分にね振り回されないためにはねこの捉え方、それからまあやって行動することだね。やっぱりいろいろねこう熱中してね行動していかないとね、なんかあんまりこう止まって、楽してるとまあろくなことないね。だからやっぱりこうよくね、考えながらまあ程よくこう自分自身をまあなんていうのかな、追い詰めるとこまでいかないだろうけども、まあいい意味での試練っていうんですかね、自分でこう自分でね自分自身をねその試練の方向に持っていく。だからやっぱりこうまあ、まあ自己肯定感というのかな、そういうのがねやっぱりこうしっかりと持ってないとねなかなか、うまくいかないなっていう感じですね。まあだからいろいろこう相互に作用するんだろうね。まあ感情的なまあ睡眠とかねそういうまあコンディションを良くして、まあ感情のブレをなかなかねできるだけ起伏をなくするとか、それから物事の捉え方をねやっぱりできるだけポジティブな捉え方するとか、あとはやっぱり考えてばっかりいないで行動するとかね、まあそういうことなんだろうね。まあね、このまあいろいろ気候のせいもあるんだろうけども、やっぱりね気候のせいでどうだこうだって言ってもいらんないんでね、やっぱりこういうねこう自分自身をやっぱりこうコントロールする目的意識を持って、ね、やっぱりコントロールするっていうのはまあとってもねやっぱりこう自分自身にとってもそうだけど、周りの人に対してもねやっぱりこうなんていうのいつもねこう
明るく、まあ、寛容にっていうのかな、そういう状態でですね、いろんな方と、なんていうのこうリレーションができればいいなっていうふうに、さらにいい具合にリレーションができればいいなっていうふうに、思ったりしております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。